ラブカツ TV 川口学です。皆さんついに来ました、マツダロードスター商品改良、その目玉である 990S、 こちらいよいよ試乗ということで行ってみたいと思います。まあ、乗る前に一応外側をざっくりと見ていきたいと思います。やはりこの 990S、 サイドから見た時にタイヤ&ホイールのホイールの部分、ここが違うのがすぐに分かりますよね。こちらのレイズの単造のアルミですけれども、1本あたり 800g 軽いということで、4輪で 3.2 キロ軽いということですね。そしてその奥にブラックの塗装にブルーのブレンボの文字が入っているキャリパーということになります。サスペンションは専用のセッティングがなされているというの特徴ですね。バネは少し硬くしてあって、一方でショックは緩めているという、そんなですねセットがなされているわけですね。これはまあ NA ロードスターの走りをリスペクトするような、そんなセッティングと考えていただければいいと思います。そしてパワーステの特性も通常のモデルとはちょっと異なるものにしていて、僕乗ったところによると、まあ、ちょっと緩めにしているのかなという感じはしましたけれども、このあたりのですね変更点も細かくどんなものになっているかは今文字で説明が入っていると思います。それとさらに細かく言えばですね、スロットルの特性なんかも変えているということですので、このあたりも細かい情報は文字で、はい、このようにフォローされているということになります。ちなみにボンネットを見ますと、このように、はい、インシュレーターが入っておりません。まあ、このあたりも軽量化を図るための措置ということで、まあ、エンジンルームだから本当にすっきりした感じのエンジンルームになっているのが特徴ということですね。下回り見るとスタビが入ってないのがお分かりになるかと思います。通常スタビ入ってますけれども、この 990S はスタビも入っていないと。それとこの 990S の場合はこちらです。ネイビーのトップが備わってますので、もうネイビートップといえば、私川口学、以前 NC を乗ってた時にですね、特別にしつらえていただいたネイビートップを乗ってたわけですけれども、その時の色と同じネイビーですよ。それが市販車に採用されたというのを知ると胸熱ですね、やっぱこれはね。そしてリアから、はい、見ると、まあ本当シンプルだなっていう感じで、特にこの車の場合ボディカラーがねホワイトなので、余計にそのシンプルさが際立ちますけれども、この 990S こそがロードスター、ロードスターとある本質を見極めた一台と言える、そんな存在でございます。さあ、そして開けますと、このエアコンの吹き出し口のところ、ブルーのリングが入っているのが見えます。あちらもそうですね、ブルーのリングが入っていて、そしてマツコネすら装備していないというシンプルなインテリアでございます。もちろん MT ということで、シフトノブが光り輝いているのでちょっと見えないですけど、はい、6速の MT が組み合わされております。そしてシートは、はい、このようにクロスの本当にシンプルなシートになっていると、まあおじさん的にはちょっとレザーとか欲しいところですけれども、レザーシートにするとやっぱり重量重くなるので990は実現できないと。実際にですね、日本の車両重量の記載というのは10キロ刻みなんですね。しかも試車誤入ということになるわけで、 S も990キロですし、こちらの 990S も990キロで変わらないんですけれども、差はありますから、その上で見ると数キロやっぱりこちらの方が軽いということになるわけですよね。では行ってみたいと思います。あー、いいねー。なんかね、 NA ロードスターをこう開発陣の中では常にベンチマークとして持っているという話を聞きましたけれども、ND になってもやっぱり NA のあの良さというのは本当に捨てがたいものがあって、それを実現するにはまあコンパクトというのはもちろんで、まあこの ND の場合は歴代で最もコンパクトなロードスターということになっているわけですけれども、重量に関してもこの ND が登場した時に990キロ実現した S というモデルを作ったわけですよね。それがまあ NA リスペクトの1台だったわけですけれども、今回の商品改良で加わった 990S、 それはそこからさらに軽量化を図って、よりロードスターの本質に近づいた1台と、そんなですね存在になっているわけですよね。なので私、まずは本当にのんびりと
こう走ってますけれども、やはりこの軽さ、コンパクトさ、それを存分に痛感できるものがあって、ロードスターはよく僕は言ってますけれども、世界で一番楽しい車というふうに言っていて、ロードスターより速い車もあるし、ロードスターより気持ちいい車ももちろんあるけれども、楽しさという意味においては世の中のどの名車、名スポーツカーを持ってきてもこれにかなうものはないというふうに言ってますが、それがもう存分に感じられますし、こののんびりとした走りでもそれを感じられるものになっているのがまずすごくいいなというところですね。これまでの S もやはり軽量なロードスターならではのロードスターの本質を感じさせる一台になってましたけれども、そこからさらにこの 990S 磨き込まれているなということを感じる車に仕上がっています。まあ、バネ下はアルミホイルによって1本あたり 800g 軽いということですから 3.2 キロ軽くなってますけれども、やっぱりこうして乗ってると足回りのしなやかな動き、コーナーに応じて足がこう気持ちよく動いている感じというのがすごく感じられます。それってやはりこの 990S はスタビライザー持ってませんので、その分の足のいい感じの動きがありますよね。先ほど S のレザーパッケージ乗りましたけれども、まあそれもそれで非常にいい味が出てましたけれども、 990S 本当に足がね綺麗に動く感じがあって、なんか乗り比べるとそのハンドルもちょっとねいい意味で曖昧な感じがするというのは、おそらくハンドル切った時に後ろの粘りが違うと思うんですよ。でそれによって操舵感にも違いが出てますし、本当こちらは柔らかな物腰がある感じで、まあ、おそらく限界は高くはないでしょうけれども、なんかこうロードスターならではの軽やかな動きというものをまずは実現できているなという、そんな足回りですよね。なのでなんかこうやっぱり最近の車スタビアついていてしっかりとですね踏ん張ってくれるようなところありますけれども、それがなくても実に気持ちいい、いや逆に言えばそれがないからこそ実にこのトロンとしたですね、なんかこう柔らかな物腰の走りがすごくいいなって思える要素になってますね。非常にだからそこがいいところで、おそらくゆっくり走ってても気持ちいいのはそういったこう少しの動きも余すことなく伝わってきて車と一体に走ってる感覚があるからこその気持ちよさというものがあるんじゃないかなと僕は感じます。果たしてどんな車かなということを楽しみに来ましたけれども、あこんなに思ってた以上に素うどんというか白いご飯というか、ね、何もつけてない食パンというか、その味わいの良さ深さこれがありますね。じゃあせっかくのロードスターですから少しペースを上げてさらに気持ちよい感覚で走ってみたいと思います。あ素直、本当に素直、車のもう一挙手一投足が本当に素直に出る感じで、まあ今日はこれまでに RF の RS そして S のレザーパッケージ乗ってますけれども、それらと比べてもひときわですねすっきりとした感覚があるのが特徴ですね。いや一体感高い。そしてこのステアリングフィールが3台の中で最もリアルなステアリングフィールを持ってるぞということを感じますね。おそらくそれはこのサスペンションの動き、ボディの動き、これが 990S だからこそのですねステアリングフィールに良さとして伝わってくる部分だなと思います。いやー最高、これは本当に気持ちいい。もうコーナーを曲がってくるのが本当に楽しいし、余分な雑味が全くないっていうところに、ね、じわじわと感動を覚える、そんな走りですね。そして今回特徴なのは全モデルに
KPC キネマティックポスチャーコントロールが入っています。まあ、これはすでに皆さんいろんな動画で見てると思いますけれども、改めて説明しますと、まず 0.3G 以上の力がかかった時に制御が入ります。制御といっても不自然なものは全くなくて、極めて自然に制御を行っています。どんな制御をするかというと、旋回している後輪の内輪に本当にわずかにブレーキを当ててあげます。こうすることによって旋回している時の後輪の内側ですね、この辺りのボディが浮かび上がる、これヒーブというんですけれども、このヒーブを抑えてあげることによって、車がこうグーッと持ち上がってしまうと、あ、これ以上はもう踏めないなと思っていたところも少しやっぱり是正されるので、まあ、踏めるようにもなるというところですし、まあ、プロドライバーだったらめくれ上がってしまっても踏んでいけるだけのやっぱ技量があって、そういったところも全然いけちゃったりするわけですけれども、我々の場合やっぱり車の挙動が大きいと、そこでアクセルを踏むのを躊躇したりするような場合もあるわけですよね。そういうところを抑え込んであげることによって、今までよりも全然ね、踏んでいける車にもなっていますし、特にこの車の場合はリアのスタビがないことによる後輪の内側の浮き上がりというのは大きいわけですけれども、それもスッと抑えてくれる感覚があるので非常に走りやすくなっています。なので KPC は、まあ、言ってみればロードスター全モデルに搭載されて、そのコーナリングの姿勢を整えてあげることによってより気持ちよく走れることを実現した機構ではあるわけですけれども、実はこのスタビライザーを持たない 990S にスタビのない自然な感触、これを持ちながらもコーナリングの時も姿勢を少し抑えてあげることで気持ちよく走れるという、スタビはないんですけれどもコーナリングをしっかり抑えてくれるので気持ちよく曲がるということになるわけですよね。なのでこういったタイトなカーブも、いやー、姿勢を抑えてくれてるのがすごいよくわかる。これは今日乗った車の中で一番わかりやすいですね。そういう意味では非常にしっかりと姿勢を抑え込んでくれてるので、こういったところで踏んでいけるんですよね。通常このカーブだったらこの後半からボディがぐーっとこうめくれ上がっていくのを抑えてくれているので踏むことができるという、そんな違いがやっぱり感じられるものになってますよね。しかもこれは VDC をまあオフにすると KPC は切れるので、これで今オフにしましたので、これでコーナリングの感覚がだいぶ違うものになります。まあ、VDC が作動するような状況じゃなくても 0.3G 以上で効くのでコーナリングさせる違いますよね。こうなってここから持ち上がっていく感じがどうしても出るわけですよね。こうして曲がっていくと、ここから特に後半でクククククッと持ち上がるような感覚があって、少しこう上がですね、動きが大きくなる感じがどうしてもあるんですけれども、それが KPC オンになるとすごく抑えられているぞという感じになるので、この KPC なしだとダイアゴナル方向にこうめくれ上がっていくような感じっていうのがどうしても出やすいですよね。この VDC をオフにするとよくわかるというところですね。でまた今再び VDC をオンにして KPC もオンになってますけれども、やっぱり KPC あった方が相当に気持ちよく走れるのは間違いないですし、 990S はそうかこれかっていうところですよね。だからおそらく通常の KPC を入れてない状態だとスタビを外してしまうとリアのめくれるのも大きくなるでしょうし、安定性っていう意味ではですね、やや劣る部分があって、まあ、それがゆえのロードスターという部分はもちろんあるわけですけれども、そのロードスターの軽やかさを実現するためにスタビ取ってリアのね、結構こうよく動く感じを出しつつも旋回時の不安な部分も取ってあげるというのは、まあ、今までではできなかったことですよね。それが KPC によってできたことで、スタビがなくてもボディがきっちりコントロールされてる感のあるところが出たので、これがいい組み合わせなんだなということがよくわかります。なので他のモデルロードスターとして現代のスポーツカーとしての、まあ、ハンドリングという部分をしっかり実現できているのは間違いないわけですけれども、そこから比べると装備的には、まあ、スタビがないとか装備的にはそういうふうに部分で劣る
990S ですけれども、実は走りのピュアな感覚という意味においては最もピュアなものになっていて、いやこれは確かに楽しいですよと言えるものがあります。なのでハンドルとかも決して他の RS とかと比べてもシャープじゃないんですよ。でもそのちょっとこう穏やかな、ちょっとこういい意味で緩さのある感覚が、あ、ロードスターらしいなっていうところを感じさせてくれるものになってるんですよね。しかも KPC によってこの旋回に入っていった時のハンドルの打感なんかを見ていても本当にピタッと決まるものがあるのは、やっぱり人以上にめくれ上がってない姿勢のコントロールがあるから感じられるフィーリングというところで、この辺りの切り返しなんかも非常にこうヒラヒラとした感覚を持っていながらも無駄にヒラヒラはしてないぞという、そんなですね走りが実現できてますよね。だからリアのヒラヒラ感みたいなのって性能との兼ね合いでどんどん少なくなっていったのがロードスターの歴史なわけですよね。まあ、当然スタビなんかもつけなきゃいけないし、まあ、タイヤの性能も上がっていくしみたいなことでバランスを取るのがやっぱり相当難しくて、それがゆえに、まあ、S を出した時にも990キロで、まあ、スタビなしでっていうのを出して、そういった味を作ったわけですけれども、一方でやっぱり高速域なんかでいうと安定性みたいなところっていうのは若干気になるところもあったりするわけですよね。でも割り切って作ったこの 990S というのは相当にいい味が出てるなというところですし、おそらくこの車興味持っていて、その欲しいっていう方が相当いると思いますけれども、まあ、皆さんが期待している通りの車になってます。もう今この時点で買っておかなければ手に入らないかもしれない本当にピュアな車としての楽しさ、気持ちよさ、それを備えているというのがこの 990S ですし、やっぱりねこうやってワインディングを適度な速度で走っている時の本当にこう素の気持ちよさ、これが最高潮にある一台と言えるので、これはね欲しくなりますよ本当に。あとはまあ今回伊豆スカイラインで走ってるので高速道路とか乗った時にどんな感じなのかなというのはありますけれども、おそらく購入される人はそういった部分、高速での安定性とかみたいなところにはある程度やっぱり目はつぶると思うんですよね。なのである程度やっぱ割り切りは必要だと思いますけれども、まあ今度借りて高速なんかも乗ってみようと思いますけれども、でもやっぱりこの走りの楽しさ、気持ちよさをワインディングなんかで存分に味わうということにおいてはですね、990S は相当にいい仕上がりを持った一台とお伝えすることができます。はい、というわけで今回はマツダロードスター商品改良の目玉ともいえる 990S 乗ってきましたけれども、一言、最高の一台です。欲しいと思っている方はもうぜひ、これは今のうちに買っておくべき一台、そんな車でした。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカース TV では取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画へのいいねも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV 川口学でした。